はい、今回はジャニー北川の今までのまるまるが明らかとなった件こちらについて考えていきます。今回もよろしくお願いいたします。このまるのところはですね、まあ悪さとかまあ悪事とかまあ うん、何と表現していいのかわからないんですが、まあひどいことをしていたわけですよ、まあ罪なことをしていたわけですね。でこれがあの、まあ、前々から言われていたんですが、今回、ですねこのことにまあえー、まああ進展というかあ、そういったものがあるということがニュースになっておりまして、まあ、ちょっとね関心深い内容だと思いますので、今回こちらを考えてお伝えしていこうと思います。今回ももよろしししくお願いままますすあ、まああののの <laughs> 外国です、ね、国でね連ととかの機関関ここにては、まあ いろいろ注意をしているということで、今回はですね外部専門家による再発防止特別チームっていうものが記者会見していて、ジャニー喜多川の今までしてきたまあ、それ少年たち、ジュニアたちにしていたことが真実であったということを認定したわけですね。うん、どうしようもないっていうことですで。この日本の芸能界、まあ、世界もそうかもしれませんが、日本の芸能界、 世界の芸能界におけるですねこれ大きな問題なわけですよ、これね、えー、小児○○の問題とかっていうのは、でそういったことをですね、えーまあ、こうなくすような方向に、えー、少しでもいければ、で少し、えー、あの前向きっていうか、そちらの方向に向かったのかなと思える、まあ、そういう、まあ、良い前向きなあ、まあ、ニュースであったりもします。こちらの件というのもやはり注目されておりまして、SNS でいろんな声が上がっているんで、 ま,あそちらのまず SN、SNS の声をですねいくつかあの、まあ、調べて、まあ、気になることということからああお話ししていこうと思います。まず一つ目のですね投稿されたということが、まあ、こういった内容なんですが、えー、ジャニーの,せーまるまるの「せい○○、ま」の、あ、ことを会見したと <laughs> 元検事の林という人が、えーまあ、したということで、まあ、ちょっと内容がちょっと言えないところもありますが まあ、ジャニー喜多自宅合宿所とか、まあ、その公演先のホテルとかで、ジャニーズジュニアに対して、あるいは未成年に対してね、えーまあ、そういったことをしたと、でそれを認めたっていう、えー、この記者会見なわけですよ、この <laughs> 元検事の林っていう方がですね、うん、つまりは、ジャニー喜多川のしていたことが明らかになったとっいうことです。今までは、えー、どうかなとかってね、わ、えー、からないとか隠すような感じでしたが、今回の件で明らかになったとっいうことでね。 こういうことを一人でも多くの方が知ることがまず大切だと思いますし、理想、まあ、ー様にこちらの件をお話したことがあるんですが、この件に関してですね、ジャニー擁護派というのがいるんですね、全く意味がわからないんですが、そのジャニー擁護派はどうなっていくのかという、まあ、そういったところにも関心が寄せられていると。 山下達郎っているじゃないですか、あ有名な歌手で。山下達郎って、えー、ジャニー擁護派なんですよね、ジャニー喜多川擁護派、えー。山下達郎、あるいは,あるいはです、ね、ジャニー喜多川っていうのはそのの、日本の創始国シーマレーのエージェントである可能性がある。山下達郎っていうのは、あジャニーズと取引が非常に多いんでね、まあ、そういったこともあって、あるいはです、ね、そのエージェントである可能性も高いんで、えー、やたらとです、ね、ジャニー喜多川を擁護するんですが、今回、えー、このジャニー喜多川の件が明らかになったんですね。 今後どうするんでしょうかっていうこちらも注目されてるわけですよこの一般人の方、まあ、僕も思いますがね、まあ、ただ山下達郎っていうのはこの先ほどお話したようにジャニー喜多川 c マレーサイドの人間なんで、えー、これをなんとかしないといけないっていうのはちょっと思うところではありますジャニー喜多川のしてることが悪いんですよそんなことはもう変わらないことなんですがそれを例えばマスコミとかこうやって芸能人が擁護するそういったまあその体制っていうかそういったところにも問題があるんですよ で今度もう1人の別の方が投稿されている内容でこちらからもですね、この件の深さが分かるところなんですがジャニー喜多川の○○の問題第三者委員会が会見、生放送していたのにマスコミの責任についてなぜ追及しないのかといった途端、コマーシャルに切り替わったと。 えー、まあこれ局によって、えー、ねしているところ、してないところがあるっていうことで、これっていうのはやはりまだマスコミの裏に、ですねこの力が働いてるんですよ、完全にこのジャニー喜多川の件を明かしてはいけないとかね、であるいはマスコミもです、ねこのおまなな、なんて言うんでしょうね、マスコミとこのジャニーズジャニーズ事務,所つ事務所が持ちつ持たれつの関係にある、そういったことがこの件の背後にありまして、そちらがまだ完全に解決されてないということをわかる。えーその ご意見だったと思いまして僕もそう思いましたで、まあこのニュースのことをここから考えていこうと思うんですがまあ、こういったことなんですね ジャニーズ事務所のジャニー喜多川のま、ね、るをめぐって、再発防止チーム、林さんという前の検事長が、東京都内で記者会見を開いたと、でこの記者会見で、ジャニーズ事務所に提出したガバナンス上の問題点の把握、および再発防止策の策定、提言に関する調査についての報告書について説明したと。 21人の被害に遭われた方から実際に話を聞いて、ジャニー喜多川のまるを事実を認定した。 古くは1950年代に〇〇をしていたことが認められた、えー、ジャニーズ事務所では1970年前半から2010年まで長期間、多数のジャニーズジュニアに、えー、対して〇〇、えー、を繰り返していると認められたと、うん、認めたんだったら本当はね、もう、まあ、あまりそ,のそこまでファンの方がいらっしゃるか分かりませんが、ジャニーズ事務所解体とか、うん、こういったものがあること自体、本当はいけないんですよ。だって、その悪じゃないですか。 これをやっていたわけだから、うん、ただそれに関しては、えー、ちょっとどうかなと、まあその追及できないかなっていうそういった部分に、えー、入るんですね。で、これに関してはまた謎なんですが、ジャニー喜多川のその個人的なあ異常なそういったものだって確かにそうなんですが、それをだから取り締まれない構造ですよね。うん、で、えー、メリーは隠していたとで、あるいはジャニーズ事務所が見て見ぬふりをして隠していたと。で、えー、ねえ、 ジャニーズジュニアの方はこのジャニー北川にこういうことを迫られたときに断ってしまうとその後の,、ね、なんていうのかな活動が不利になるでそういった人の心理につけ込んだ最低なことを知している,るわけですよでそこで出てるんですが同族経営の弊害ジャ,ジャニーズジュニアのずさんな管理ガバナンスの問題とかマスコミの沈黙ということを言っていたと。 うん、僕は思うには、やっぱり、えー、同族経営でしょうね、あのジャニー喜多川の一族の経営あの、ジュニアのずさんな管理体制とは思いませんけどね、えー、どちらかというと、ジャニー喜多川のワンマンでしょうから、それに逆らうと、ジュニアはこれからの展開がなくなるというので、えーまああ、我慢せざるを得ない、あるいは辞めていた人もいらっしゃると思うんでね、うん、辞めるのが正解だと思いますが、でマスコミというのは黙っているわけじゃないですか。うん、ででで今回のこののここ件でですね、えー、この明らかになって たじゃないですか <laughs> あの再発防止特別チームっていうのが明らかになって、藤島ジュリー景子っていう社長が辞任するっていうことになったんですね。だからこれって一歩前に話が進んだとも取れるんですよ、藤島ジュリー景子社長っていう、まあ、あジャニーズ側じゃないですか、そのジャニーズ側のまあ人間の経営が終わるかもしれないということで。うん 少し前に進んでいいことかなとまあ僕は思いますそのジャニー来た彼の指摘といことは個人的な趣味とかそういうことではなくて、えー、まあそのね犯罪行為にあたりますから、うん、その 小児丸○でとか、ね、ペー丸ドリアとかねそう,そういったわけじゃないですか、うん、だからあのこれもっと本当は取り上げないといけないんですよただマスコミもジャニーズ事務所と忖度してるんでなかなか取り上げないしっていう話なんですねで実際このジャニーズジュニアの方っていうのはこういうねジャニー喜多川にひどいことをされてその後ですね、えー、ずっと心に、えー、辛いものを背負って日常生活ができないような人も出ているわけですよってそういいいた人って人一でではないんで、うん、も,うものすごい 数ががいるっていうことだからそう考えるとジャニーズ事務所っていうのが今も、えー、ノーとノーですね活動してることそのもの自体がおかしいわけですね。僕はあの思うことがあって、うん、ジャニーズ事務所って解体した方がいいと思います。わけわかんないです、はっきり言って。えー、日本では支持されてるのかもしれませんが、えー、ジャニー喜多川のしていたことって許されないわけじゃないですか、それが今もノーとノー活動してるて意味がわかんないだろうと思うんですよね。 で、えー、マスコミっていうのも当然グルーなんですよね。マスコミはこのジャニー喜多川のことを、えー、ずっと黙ってきているわけですよ。マスコミとジャニー喜多川って持ちつ持たれつの関係なんで、でマスコミと、まあ、ジャニー喜多川、ジャニーズ事務所の背後にはシーマレイていうね、えー、日本のまあ、創始国がいる、えー、そ,そのジャニー喜多川ていうのはそのまさにエージェントですからね。で、えー、マスコミっていうのも、まあ、その影響を受けているということで。うん、だから このなんて言ううでしょうね芸能界の構図でいうとジャニーズ事務所というのがものすごく力を持ってえマスコミにも、まあ、圧力をかけるあるいはです、ね、マスコミもそうなってはいけない持ちつ持たれつでその背後には宗主国がいるそういった構想だから芸能界って腐敗してるんですよ。 芸能界っていろんな意味で風鎖してるんですけど、そのうちの1つがこのジャニー喜多川の問題であると思います、でそ,のその件がですね、この藤島ジュリー景子っていうのが辞めるっていうことで、えーまあ、いい方向に行ったのかもしれないんですが、もしもジャニーズ事務所をあの続けるんであれば、こういったもののことを知って、えー、黙っていた関係者ですね、えー、ジャニーズ事務所の関係者、この関係者はまあ幹部かな、分かんないですけど、そういったものを全員辞めて人間を入れ替えないと、この問題って変わらないと思うんですね。だからこれ日本の大きなな問題なんで、 うん、であとは、ですね、えー、僕、少し前にお話して、まあ、リスナー様も思ってらっしゃる方いらっしゃるかもしれないんですが、松尾清志さんという方があ、このジャニーズ事務所、ジャニー喜多川の、えー、あり方について、えー、きちんとした的確な意見を,を言ったら、ですね、えー、この山下達郎に、えーまあ、ひどいこと言われたわけですよ。 松尾清さんの発言は憶測に基づいてるとかね、うん、憶測に基づいてなかったですよね、今回の件で分かりましたよね、だからこういうことを言った山下達郎な人間も、これも対処していかないといけないはずなんですよ。 だから日本の芸能界あるいはですね日本からあこういったね、えー、小児丸〇,〇とかペ丸〇,〇リアとかそういったものをなくしていくためにも、まあ、こういったものをですね、えーまあ、解決あるいはですね、えー、こう1 <coughs> 人でも多くの方が知って、うん、まあ、こういうのを支持しないそういった方向に、まあ、なることをまあえー、願います。今回はですねこの,この件、えー、考えたんですがあこの。<coughs> ジャニーのジャ,ジャリー北川の,この、ねえー、仲間っていうか身内っていうか身内経営っていうのかな藤島ジュリー景子社長が辞任を提言したっていうことがもしかしたら今後ちょっと一歩前に進むんじゃないかと、えー、まあそのように、えー、まあ思える内容もあるので今回考えてお伝えさせていただきました、まあ、皆さんもこちらの件関心持ってる方いらっしゃるかもしれないと思うんで何かしら共感していただけるところがあれば何よりですということで、えー、今回はここで終わりです最後まで聞いていただきましてありがとうございます 失礼いたします。